地球に降りんの久しぶりだな。いっぱい買い物すんだ。地球の重力は苦手です。体型に悪いものね。プロフェッサー、また二日酔いですか。なんとかしてくださいよその格好。うん、そんなの壊れてるに決まってんだろ。連合のモビルスーツが落とした武器は400万アートで落札。続きまして本日の目玉、ザフト軍の特殊爆風の頭部です。特殊ステルス装甲モノアイの代わりに3次元局面センサーを装備。側面には強化複合帯域センサーまでついています。さらにさらに頭部武装にはビームサーベルまであるという豪華さ。ついにザフトもビーム兵器を搭載したんだ。欲しい。ビーム兵器ならレッドフレームにもついてるじゃない。ザフト製のところがいいんじゃないか。違う技術使ってるかもしんないだろうが、ジャンク屋としてそんなお宝放っておけるかよ。欲しい。100万アード、いや110万だ。ああなったらもう止められないわ。まったくナチュラルとは興味深い。バクーの頭のパワーラインをレッドのパワーラインに繋いでると。やったー！おー、すげー！危ないじゃない！早く聞きなさいよ！おい、ハチ！ビーム切ってくれ！了解！あ？なんだこのデータは？プロテクトがかかってやがる。俺にかかればちょろいちょろい。プロテクトオフ！あ？こいつは見たことのない機体だな。やばいデータじゃん、これ。関わりにならない方がいいでしょう。廃棄すべきです。じゃあその前にコピーね。そうだな。了解。なぜ私の話を聞いてくれないのですか。警告、接近する飛行隊あり。あら、もう来たみたいね。愛するな。俺はジャンク屋だ。人殺しはしない。カッコつけてる場合じゃないぞ、ロー。なあ？敵の増援をキャッチ。距離8000。うわあ、団体で来やがった。とにかく逃げるぞ。プロフェッサー、二手に分かれよう。了解。無茶しちゃダメよ。お宝もないのに無茶なんかするかよ。小回りが効くんでね。ビームだ。あんなビーム砲まで実用化した機体がザフトにあったのか。でもまだでかいな。冷却装置もでかい。なんでエントロピー制御にしないんだ。あれは信頼性が低い。超ベルチェ効果と簡単にハイブリッドシステムを利用したが。
これでもう追ってくれないだろう。マザーシップに帰還するぞ。あ、バクの頭置いてきちゃった。でも戻るとまた面倒なことになりそうだしな。諦めるか。せっかくの掘り出し物190万もしたのに。